現職の郡市長が立候補を表明している仙台市長選挙について、前回4年前の市長選で立候補した加納美代さんが、一騎打ちになる場合に限り出馬する考えを示しました。仙台市長選挙の立候補予定者説明会には、再選を目指し立候補を表明している現職の郡和子さんの陣営に加え、前回4年前の市長選に立候補した加納美代さんが出席しました。加納さんはこの後会見を開き、無投票では仙台市政を検証する場がなくなるとした上で、郡市長と一騎打ちになる場合に限り立候補する考えを示しました。郡市政に活を入れたい人たちの受け皿となるためです。アフターコロナのグランドビジョンを示せていないというところを追求し、スーパーシティ構想をしっかりと打ち立てていきたいと。加納さんは2012年の衆議院議員選挙に自民党公認で宮城5区で立候補し、比例復活で当選し一期務めました。現在は無所属です。仙台市長選挙は来月18日に告示、8月1日に投開票が行われます。